をお伺いします。皆様に PR をしていただきますのでよろしくお願いいたします。ではマイクを沢口さんの方へ。ありがとうございます。では少し前に出ますね。ありがとうございます。本日は本当にありがとうございます。踊ってみていかがでしょうか。はい、コロナもだいぶ明けて、みんなこうワイワイ楽しく踊っています。はい、土口伝統山荘踊り保存会の皆様の魅力をぜひ教えてください。はい、このイオンがある地元であります土口伝統山荘踊りは、戦後から踊られたといって、今どんどんこう伝承しております。今までは、地域のみんなでこう盛り上げてきたところでしたが、やっぱりこう伝承していくのに平成25年にこの保存会を立ち上げて、今どんどん育成して、小学生からまたは保育園幼稚園児から、はい、で地元の年配の方まで一緒になって、練習して踊っております。本当に皆様息ぴったりでいらっしゃいますよね。そうですね、はい、あとは各地域でこう大祭りとかあるので、そこにみんなで行ってやってるんで息はぴったりだと思います。それではサンサー当日に向けての意気込み PR などお願いします。はい、今日もなんですけど、今日明日でしっかりと練習をして、当日は8月の2日、3時から、マリオスで演舞して、その後7時当日の同じ当日7時3分出発でパレードを行います。みんながこう見てて楽しくなるように私たちも笑顔で頑張って踊りたいと思いますので、ぜひ見に来られたら応援していただきたいなと思います。ありがとうございます。演舞の前に沢口誠さんにお話を伺いしました。それでは土口伝統山荘踊り保存会の皆様です。よろしくお願いいたします。Thank you.
ありがとうございました。